フレールのパリの屋根の下が上演されてから、銀座の通りに鳥打ち帽子が増えたとは驚くべきで、ほとんど歩いてる青年の 60% がカスケットなのである。またこれらカスケット連はパリの屋根の下の歌を口笛吹いて歩く。驚かん人はいない。私の友人は平然と、それは夏のせいだよと言った。三越の地下室にたむろするアバンギャルドたち、その光栄ある貧乏とうまくいく物価の安さに美格を洗練するよりも趣味を洗練するのだ。受験に滑った後、そのまま東京にて放浪3ヶ月。私は銀座の街のテーブルからそれらのゼスト、そしてエノキューションの微妙な、また複雑なポエティックエモーション、あるいはエランビタールを感じる。